はい、えー、ちょっと待って、ね、<laughs> はい、えっ、ー、と、あごめんなさい、よいしょ、はい、えっ、ー、と、人工知能時代の日本語教師研修の参加者の皆さん、こんにちは、うん、えっ、ー、と、これはですね、第6週の、えー、ビデオになります、えー、第6週はですね、AI 時代の作文の授業の目的を決めることができるということになっていますね、はい。で、あの、 最初にね、このビデオで申し上げたいことをい,あのいくつか言っておきます。はい、まずねあのそ、そもそも作文の授業の目的、直接的な目的は文章を作ることですね。はいえー、日本語でものを書いて、まあ、手紙とかそういうものをあの作るっていうことです、はいで。でもそれだけではなくて、この人工知能時代の作文の授業の目的は、 第二言語習得セカンドラングエージアクエジションですね第二言語習得上の目的としてごめんなさい <laughs>、えー、アウトプットではなくてインプットをね自分のためのインプットを作るというそれもあのこの時代の作文の授業の目的として、えー、大切になってくると思いますはいでそれからですねあの作文をそのチャット GPT を使って作文を書くときに えー、とても大切なルールとして自分で理解できない表現は使わないということもあります。はい、これは本当に大切ですね。はい、ででねあの理解できるけど自分では使っていなかった表現というねそれが使えるようになることこれがその,作文のその作文によって、えーうん、できるようになると思うんですね。これがとても大切。えー、それからですね作文を書いてもらった時に まず最初に一,一時フィードバックっていうんですけど、えー、最初のフィードバックはあのチャット g p t にやってもらうとでその後で先生人間の先生が、えー、<laughs> フィードバックをするとこういうふうに2つに分けて、えー、するというこの考え方もとても大切だと思います。はい、でね、あの その今最後に言ったこの,あの一次フィードバックと2次フィードバックねこれがね実は一番最初にもう今日から始められることだと思いますえっ、ー、と実はこのコースでもそのえっ、ー、と日本語が母語ではない人はねそのまず日本語で書いてそれをそのチャット GPT で添削してもらうっていうね添削してもらうそれをお願いしていますけど それがですねそれはもう皆さんの学校でも今日からでも始められるんじゃないかと思いますねまずその日本語で作文を書くとでそれをあの自分の作文をチャット GPT で添削してもらうそしてそれを提出するせあの先生に出すっていうことですねで先生はそのもうあの文法とかじゃなくてその作文の構成あのコンストラクションとかね、えー、それからあの ストラクチャーって言った方がいいかなストラクチャーですね作文のストラクチャー構成とかあと内容ですねその何が書いてあるかえ文法とか漢字とかじゃなくて何が書いてあるかそういうことについてフィードバックするとえそれのつまりこちらの方がずっと大切なフィードバックなんですねはいでそのえっと 日本語の漢字が違いますとか文法が違いますっていうのはそれはここチャット GPT にやってもらってもっと大切なところを人間の先生がフィードバックするとえこういうふうにするのがいいと思いますはいでねあのもしそのもっとねあの、うん、活用するあのこのチャット GPT をね、えー、作文の授業で活用するやり方としてはねいくつかありますけど、えー あの毎日やるんだったらねこのグッドニューっていうの最近あの流行ってますね最近でもないのかな、はいえー、これがとてもおすすめだと思いますでこれはどういうものかっていうとあの24時間以内に起きた良かったこととか新しく気がついたこと、えー、それをですねあの,あのまあ本当は話すことが多いんですけど、えーまあ、作文の時間にもそれを使うのがいいと思いますでこれはですねあくまでも個人的な体験 えー、でね、それをねまずその過剰書きで書くんですよ。過剰書きっていうのはあのえっ、ー、となんていうんですかね、その、えー、短い文をあのそしてとかそういうあの接続詞とか使わないで、えー、あの書くことですね。ちょっと後で実際に見せますそれね。はいでそれをチャット GPT に、えー、学習言語まあ 日本語を勉強している場合だったらその日本語ですね。日本語に翻訳してもらうと。で、その中でよくわからないところとか、あるいは自分らしくない表現っていうのがあったら、それを他の表現に変えてもらうという、えー、そういうことですね。で、これちょっと実際に私が、あの、えっ、ー、と、やってみた例を皆さんに今お見せしてみたいと思います。はい、えっ、ー、とね、こういうふうにね、あの、 こういう書き方がこれ過剰書きっていうんですね。はい。で、それをね、まず以下の趣旨の英文を書いてっていうふうに私が言っています。で、これ24時間以内にしたことですね。ミーガンという映画を見た。えー、と、とても賢い人工知能の入った人形が暴走するホラー映画だった。えー、と、今映画館で上映している映画なのに映画、映画館の予約サイトからオンラインで見られるので驚いた。 ということですね,でねこれをねただ単に英訳英語にしてもらうとこんな風にするんですけどあのまあグッドニューだとあんまりねそういうこういう書き言葉よりもう少し会話っぽい英語,あの,英語の方がいいのででまあ,あちょっとね会話っぽいの意がなかったね、はい、だけどその、まあ、ここは会話っぽいもう少し会話っぽい英語にしてという風に言ったつもりだったんですけど、まあ、そうするとこういう風にあの 本当に、ね、2人の人の,あの対話になっちゃったんですね。で、えー、とそれでですね1人のこれまあ作文ですからねグッドニューのさ作文なのでそれで1人の話す英語のまま会話らしい文体にしてというふうにしたんですね。まあ、そしたらねまあ確かに1人の,あの1人で話す英語にはなったんですけどちょっとねあのなんか若者っぽい日本あ若者っぽい英語になってしまって。うん あんまりちょっと私らしくないっていうねこれ私の英語じゃないよね私が話す言葉じゃないよねっていうのがすごくあったので,でちょっとそれはやりすぎですよとはい <laughs> すいませんやりすぎてしまいましたって言ってもっと自然な形でお伝えしますなんだけどこれまたねえ2人の人の対話になってしまったので,、えー、っとでここでねグッドニューって知ってるそのスタイルのお願いしますって言ったんですけど直らないんですよねやっぱり2人のままなので。 で、2人じゃなくて1人で話すんですとでもあまり若者のカジュアルな感じじゃなくて自然な話し言葉にしてくださいというふうにしました、えー、でそしたらまあ,あの、ね、<laughs> 自然な話し言葉になってるんだけど今度は日本語なんですよ、はい、なので、えー、それを英語で書いてというふうにしたらまあこんなふうにまあちょっとあのさっきの若者のカジュアルすぎる感じじゃない普通の英語になってきたっていう感じはありますねはい、でもね、この、 この、えー、とこのね、リボルズアラウンドっていうのがちょっと、えっ、ー、とね、なんかニュ、まあ意味はもちろん分かりますけど、ちょっとそのニュアンスが、響きがね、ちょっといまいち私には、その、すごくよくわかるという感じではなかったので、それをもう少し簡単な表現にして、というふうになると、こういうふうに出てきたっていうわけですね。はい。で、それで OK です。ありがとうというふうにしました。まあ、これがその、あれですね、毎日やる、えー、あの、 グッドニュー d n のそれを作文にしてみたやり方ですね。はい、でね、これがあの、要するに私書いてないんですよ。全然書いてない。で、えーでね、だけど、少なくともこれはそのあの私の思ったことですよねあの。ミーガンという映画を見たのも私ですし、でそれからそれで、あの あのね、あのそれがオンラインで見れるから驚いたっていうのも私のことですね。はい、でなのでその,自分のためだけの良質なつまり質のいいインプットになるとうことですね、はい、つまり作文っていうのは今まではアウトプットのための授業だったんですけどこのチャット g p t ができるあの使える時代にはインプットのためのでしかもあの自分のためだけの質の高いインプットとしてね、えー、そういう授業 そういう目的もこれからは出てくると思います。でもちろんその目的はあの、作文の授業の目的は皆さん、先生がそれぞれの現場で、えー、決めればいいのであの、いや別にインプットのための作文はしなくてもいいというふうに思うとこ人がいれば、もちろんそれでもいいと思います。はいでね、これは、ね、かなり比較的簡単な、えー、作文の内容でしたね。はいででもねうん 先生がそのトピックをね決めて、えー、それであのー、作文の授業をすることもありますよね内容がねまずその場合は例えばこういう感じですはい先生の指示としてはその何かテーマを決めてそのテーマについてあなたの経験をもとに書いてくださいというふうにね、えー、そういう指示をすることがあると思いますまあこれもよくあると思うんですねはいでそれでその学習者がですね、えー、チャット GPT にその テーマですね、そのテーマについて「私自身の体験に基づいて作文を書きたいです」「手伝ってくれますか?」というふうに、えー、言いますつまりそのえ何でかっていうとその「私自身の体験」っていうのはチャット GPT は何も体験を持っていないのでそれ,をあのそれを書くことができないですよねはいそれからまあ例えば「私自身の体験」についてチャット GPT は知らないんです、はい、なのでえ「書いてくださいと」と お願いしても、えー、私は書くこととができまませんと返事をしますもちろんね。えーはい、なのでここでは手伝ってくれますかというふうにするといいんですね。で、えー、それでですね、えー、学習者がチャット g p t と対話をしてまずアイデアを決めるアイデアね。はいでその次にそのさっきと同じようにあの過剰書きですよね、えー。過剰書きにして以下の内容で作文を書いてくれるというふうに書きます。で でまあ、それで内容ができた作文ができたらそれをさっきみたいにねあの、まあ、インド人の人だったら英語でね、えー、ここまで英語でやっていることが多いと思いますからであのそれを日本語で書いてというふうにお願いするわけですねでその,あの、えー、とインド人の,そのここまで英語をね英語で使っあのやってきた、えー、インド人の学習者が それを日本語で書いてもらってもた多分ね途中にわからない日本語が多分あると思うんですよ。でそれをその文中のこの言葉を、えー、もう少し簡単な表現にしてというふうにね、えー、書き直すのが、えーまあ、そういうふうにお願いすると、えー、書き直してくれます。はいでこれがねあの、まあ、ちょっと私の場合は日本語のネイティブスピーカーなのであのちょっと立場が反対ですけどあの えー、私が英語の作文を文章を作るねそういうあのつまりあの英語であの、えー、作文を書く作文を作るそういう例をちょっとここでまた、えー、やってみているのでこういう感じでね、えー、それをあのちょっとご紹介してみたいと思いますはいでこれはねもう本当にもうあの私全然環境問題とか詳しくないんですよ環境問題について詳しくないんですけどそれであの ちょっとあのやっとやてみましたでさっきと同じように環境問題について私自身の体験に基づいて作文を書きたいです手伝ってくれますかと。はい、であの、えー、どのような体験をもとに書きたいですかって言われても思いつかないんですね正直思いつかない。はい、でこの中でこういうふうにねでもじゃあ環境問題だったらこういうあのトピックがありますよというふうに教えてくれるわけですよね。はいで でね、あのあそれね最初はそあ,の,あの,上記の中から気になるトピックを教えていただければそれに基づいた作文を一緒に考えましょうってあるけどえだけど今回の,あのトピックは自分の体験に基づいて書かなければいけないってことですね。はい、でまあそうするとその、えー、当然できませんって言われますねチャット GPT はそれができません。はいえー、なのでじゃあ私がブレインストーミングするのを手伝ってくれますかというふうに 言ってもらいましたで,でその中でね、えー、この6番目だったと思うんですけど「持続可能なエネルギーへの移行の必要性」っていうところで,でそれでねあの「これは例えばどんなことですか?」というふうに質問してみました。でずっとこういうふうにいろんなアイデアを出してくれて。 でそれでアアイデアをねあの、これだけアイデアを出してきて、まあ、ようやく私が思いついたのはあの水道の水をね、今直接飲みたくないんだけどそのペットボトルの水を買うのと水道の水を沸騰させて飲むのはどちらが環境にいいのかよくわからないでそれで困っているという、まあ、これは本当に私自身の体験ですね。はいでえー、とそれについてそのいてろいろ、ね、ね、えー、チャット GPT が、 そのペットボトルの水を買う場合と水道の水を沸騰させて飲む場合どちらがいいかということをあのあの書いてそれでこの中でねまあちょっと持続可能な水ボトルって何って聞いてますがまあこれは結局あんまり使わないことにしたのでちょっとここは飛ばしますけど。 えとね、ここは飛ばしますけど、まあ、結局そういう店がないので持続可能な水ボトルっていうのは諦めました。はい、でね、えー、その後あの、えー、と水道の水を飲む場合、えー、省エネルギーな方法です、えー、沸騰させるって言ってたけど電気ポットで沸騰させるのとプロパンガスで沸騰させるのと ではどちらが省エネルギーだと思うというふうに質問しましたねまあそしたらね、まあ、電気ポットの方が省エネルギーっぽいということが分かってきましたはいでえー、あとね要するにペットボトルの方もねまだ分からないことがあるんですよインドではそのペットボトルがリサイクルされてるのかどうかリサイクルされないでそのままゴミになっちゃうんだったらこれは環境にとても悪いですけどでもそのリサイクルされているんだったらそんなに環境に悪くないですよね でもだとしたらじゃあどっちがいいのか、えー、ペットボトルが完全にリサイクルされているとしたら、えー、電気ポッドで沸騰させるのと、えー、どちらが環境に優しいですかというふうに聞いてみたんですけどでもこれもねちょっとまだ調べてみないとわからないということがきあのこの辺がいろいろな条件による場合によるっていうわけですね。はいえー、なのでちょっとですね今のところあの、えー あのね、こういうふうなこういうふうな内容で作文を、えー、書くことに決めましたと、はい「私は衛生的な水を飲むためにペットボトルで買うか家で水道水を沸騰させて飲むのか悩んでいると」と、えー「ベンガルールのリサイクルのことを調べて私の買っているペットボトルがリサイクルされるのか調べたい」えー「リサイクルされていない場合は、えー、ペットボトルの水は買わないで水道水を沸騰させることにすると」 リサイクルされている時はどの会社の水が一番環境に優しいか調べる、えー、家で沸騰させる時は熱効率の悪いプロパンガスよりも熱効率のいい電気ポットを使うと、えー、で環境に優しい水を飲み続けたいというこういう感じですねまあこれ過剰書きですよねこのままだと過剰書きなのであんまり作文という感じではないです、はいでまあ、それで、あの これれででねね作文を書いいいてくれますすかという,ふうにお願いしたわけです、ねはい、でそうするとこんな感じにあのちゃんとした作文っぽくなるのでで,、えー、でそれを英語にしてくださいというふうに、えー、するとこういうふうに出てきます。はい、でねこの中であの例えばねこのコンテンプレイティングっていうのはあのちょっとこれもニュアンスがいまいちあのはっきり何て言うんですかね、えー、私の場合はしなかったのでそれでちょっと書き直してもらったっていうところがありますねこういうふうにね。 で、えー、それでもう一個ね、あのエンバイオラメンタルフッ,フットプリント。これもちょっとあの意味が私ははっきりしなかったので、聞いてみあの、書き直してもらいました。えー、っと、どこだっけなんかインパクトに変わってましたね。えー、そのエ,ンラエンバイオラメンタル、えー、っとインパクトにっていうふうにどっか変わってましたね。この辺でね。はい。あ、ここか。はいはいはい。えー、まあ、こんな感じで、あの <laughs> まあ、そしたらですね、これだったら、まあ、 あの私の英語でもそれほど、えー、難しくない作文ができたので、まあ、とりあえずあのでしかも一応言ってる内容は私がねあのあの体験したことに基づいて、えー、この文を作ったということになっていますで一応、まあ、全部私の理解、えー、範囲理解語彙の範囲で書かれているわけですね。はい、で、えー、それが今の,あのこの例でした。 それで、ね、もう一回最後にあのちょっとまとめで申し上げますけどあの、えー、と作文の授業の目的っていうのは直接的な目的は文章を作るっていうことですね。なので、まああのね、あの紙に手で,紙に手で、ね、あるいは鉛筆でボールペンで書くのかあるいはキーボードを使ってパソコンで書くのかあるいはそのチャット GPT を使って、えー、あの文章を書くのかでこれはもう皆さんの学校の 考え方次第で決めていいいと思います、まあ、要するに直接的な目的は文章を作成するということですね。あともう一つは第二言語習得のための目的っていうのもあります。で、えー、とその、まあこれはね、むしろ新しいわけですね。はい、これは新しくてで、つまり今まではアウトプット、作文の授業の目的はアウトプットだったんですけど、これからはインプットとして作文を使うと。 つまりそれを読むことができるっていうことですね。さっきの,あの例えば環境問題の,あの英語の文章を、えー、読むことが私の英語の上達英語の習得のために役に立つわけですよね。だってこれ他の人が他の人のために書かれた文ではなくてま,まさに私自身の私の立場で、えー、必要な英語だから。はい、だからあのそのインプットとして私にとってはとても価値があります。 でそれこれから、まあ、これも繰り返しますがとても大切なルールとして理解できない表現は使わないっていうことでですね、はいえー、理解できない表現はこの作文の中に使わないで理解できない部分あるいはニュアンスがちょっとはっきりしないそういう表現があったらそれはもっと優しい、えー、表現に書き直してもらうということです。はい、であの大切なのは理解できるけど自分では使っていなかった表現。 それがこの作文の中に使われるということですね。これがとても大切です。はい、でそれからあの、もっと簡単なやり方としては、まず学習者が書いた作文に対してチャット g p t がフィードバックをして、それからその後で先生ね、人間の先生がフィードバックを,フィードバックを返すと、えー。こういうあの2回に分けたフィードバックという考え方ですね。はい、これはもう本当にすぐ今日から使える。えー 考え方だと思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、それでは今日のビデオはここまでになります。フィルミレンゲー。